イソップの共演の主題、イソップの共演作品39から12は、シャルル・バランタニアルカンが作曲し1857年に出版した、全12曲の単調による12の練習曲の中の第12番補単調。タイトルは、イソップ童話から取ったと考えられ、森下由依は、童話の動物たちが、賑やかに登場する様子を表現したものだと、論じている。この作品は、 主題と全25の変装からなっており、形式上は変装曲に分類される。主題は極めて単純であるが、変装によっては非常に演奏が困難なものもある。演奏時間は約10分。主題はアレグレットセンサリチェンザクオンタンクと指示された4分の2拍子、8小節からなるもので、スタッカートで奏されるが、速度指定はイコール126。 つまり、MM イコール63となる。その後は、主題のモチーフが必要に反復されたり、前打ち打つ的なモチーフが繰り返されたり、ファンファーレ風の分厚い和音や必要な分散和音が披露された末に、最後は、主題のモチーフを繰り返して静かに集結すると思わせて、最高音と最低音を同時に打ち鳴らして激しく集結する。森下由衣は、ベートーベンの 創作主題による32の変奏曲からの影響を指摘し、技巧そのものが音楽となり、音楽そのものが技巧となる、そんな究極の名義性の体現を目指したアルカンの誇りに満ちた宣言だと評している。マルカンドレ・アムランや、ジャック・ギボンズ、ベルナール・リンライセン、ロナルド・スミス、アラン・ワイス、イゴール・ローマ、森下ユイなど、アルカン普及に努めているピアニストによって、 録音されている。また、ミヒャエル・ナナサコフは、人間には、困難な高速パッセージや重音を、難なくクリアしており、自動演奏ならではのものとなっている。A.B. モリシタゆい、アルカン、縛られざる、プロメテウス、同時代性から遠く離れて、アルカンは、この集結法を、3つの華麗な練習曲作品12ビットの、第1曲や、アレルや作品25などで用いている。 ありがとうございます。